毎度バカバカしい話を一席、ヨネスケチャンネルです。今日はこの方に来てくれました。よろしくお願いいたします。柳亭明楽と申します。はいね、我が落語芸術協会では今年の5月に3人の真打が誕生するわけでございます、ね。はい、3人に出てもらうんですけど、今回は2人目明楽でございます、ね。よろしくお願いいたします、はい。いろいろと真打に迫りますけども、はい、明楽は、はいね、前座の頃に俺に言われたことがあったでしょ、はい。もう師匠に、うん、あの楽屋で初めて会った日ですよ、うんうん、僕の顔を見て、うん、お前は俺の前座の頃にそっくりだと師匠言ってくれたんですよ、うん。覚えてらっしゃいますか？覚えてるよ。ありがとう。あの痩せた顔がね、そっくりだった。いやー、ほんとね、それを他の師匠方も聞いててくれて、あ、お前、米助師匠にあんなこと言ってもらえるなんて、もうめったにないことだから、うん、これはもう将来売れたと保証されたようなもんだよと、うん、みんなに言っていただきまして、ね、うん、全然、あれから、僕、パッとしないですね。明楽と言いますとね、はい、もうこのチャンネルでおなじみのあの兄弟子の柳亭こちらくお世話になっております。はい、僕は今日あの、うん、ちなみに時間通りに来ました。来ましたよね。来ました。はい、すいません、うん、はい、ね、どんな兄弟子なの？いや、もう豪快ですね、本当に。だから例えばもう打ち上げをやるにしても、うん、頼め頼め、うん、で注文しろと、うん、で兄さんはそんなに食べないんですよ、うん、お酒飲んじゃうと、うん、だからその頼んだものをこうどんどん食べていかなきゃいけないっていうのが僕たち、うん、僕と信楽なんですよ。食べる方が辛いんだよ。そう、辛いんですよこれが。はい、この痩せ加減だったらそんなに食わないよな。食わないです、はい、うん、いや、また兄さんの性格だから、うん、行ったお店、うん、なんかお金を落とさなきゃいけないっていう、そういうのが働くんで、なんかちょっと会計見てこれ足りないなと思って、お店に失礼だなと思ったらなんか追加注文するし、もう正直誰が食べんだよと思って、兄さん食べてくれるんだったらいいけどと思いながら、そういう豪快ですね。こちらくとはそっちの方が上？僕の方がそう、年齢が上なんです、うん、はい。どのくらい違うの？これがですね、多分兄さんとも確認してるんですけども、ね、おそらく5歳ぐらいだろう。確認して5歳ぐらいだろうってのは面白い。お互いがちょっとあんまり計算が苦手なんで、で一回信楽がちゃんと調べてくれた。で信楽と僕は同い年なんですよ、うん、で調べたところ、うん、おそらく僕たち、うん、僕と信楽が小6の時にこちらか兄が小1だろうという、うん、あ、そういうことね。そういう、はい、ということは小学校1年生にご一緒になってたんだ。そうなんですよ、はい。ね、多分それが正しい計算だと思います。ちょっと計算ね、僕とあのこちらかに苦手なんで。いや、はい、でも怖いでしょ、あの人。いや、全然怖くないです。怒られたことないですね。ないです。まあなんか、うん、LINE とかでグループ、うん、まあ、兄弟のグループ LINE やってるんですけど、うん、まあ、ちょっと話があるっていう、うん、なんか重い LINE が入ったりするんですよ、うん、どこどこで集まろう、うん、まあ、みんなで、うん、ってなって、あ、なんか僕と信楽とかは、あ、なんか兄さんなんかやったかなって思いながら行くんですけど、うんうん、実際に行ったら言いたかったことをなんか言わないんですよね、うん、でもなんか僕たちの顔見たら、うん、じゃあ今日は楽しく飲もうかって、ね、多分なんかあったんですよ、うん、なんかあったんだけど、なんかそういう風にすぐに切り替えちゃう。だから僕たちの前でなんかあんま厳しいことを言えない。なんか、いや、小言を言うことがあんまり嫌いなんだね。そうなんですよね。褒められたことは？褒められたこともないです。真打になる時に関して、はい、こちらからなんかアドバイスあった？寄席はともかく打ち上げ頑張ろう、うん、打ち上げ毎日参加するから毎日参加するから、うん、そういう、まあ、そっちの方をメインにしてましたね、うん。俺毎日顔出すよ。毎日顔出す、はい、寄せ、うん、遅刻するかもしれないけどそれは申し訳ない。打ち上げは頑張ろう。突撃、なんで落語家になったんです？そう、僕もともとは、うん、お笑いが好きだったんですよ、うん、はい、で、お笑い芸人をやりたいな、何でしたっけ、学校、そうそう、ね、そういろんな、そう、養成所、うん、はい、を行ったりもしたんですよ、うん、で、あるところの事務所の養成所に
行って、うん、ここで僕漫才をやりたいなと思って、うん、で一人で行ったんですよ、うん、そしたらそこがコンビを組んで入る養成所だったんですよ。だからあのもうコンビができてるところの人たちが養成していくところ勉強するところだったんで、僕がピンで行ったところで、うん、誰ともコンビ組めなかったんですよ、はいはいはい、だから授業料これ40万、はい、40万出して、で僕はもう誰か相方を見つけるために行ったつもりだったんですけども、もうみんなコンビができてて、あこれコンビ作れないなと思いまして、で4回ぐらい2ヶ月くらいですかね、行って辞めて、それで落語の今度養成所、うん、いや養成所じゃない、落語のあのカデンタ、カデンタじゃない、カデンタじゃない、ごめんなさい、カデンテ、カデンテって何、あのカデンテってあの芸協が、うん、あのやってる落語教室、落語教室なの、落語教室、はい、カデンテ、カデンテ、はい、うん、それがあったんで、あじゃあ今度はここに行って、落語を勉強してみようと思って、うんうん、そこで落語を勉強させていただいて、いろんなこう講師の人から、うん、あのどんな人が来たの、講師は、講師はその時は僕のところの担当が雄之助師匠、お雄之助、雄之助、あとはあの柳橋師匠、まあ、当時白紙、うん、あとは文治師匠、当時は平治ですね、うんうん、はい、そういった方々来てくれた講師で、はい、でその時にまあ落語をこうなんか寄席とかに招待してくれたんで見るようになったり、うん、あとは実際に自分が覚えて、披露することもあって、うん、でそこでちょっと落語をやる表現する楽しみを知ったんですよ。一人で落語をやれる、はい、だから今まで僕がなんかやりたかった漫才とか、うん、あとコントとかもやりたかったんで、うん、そういうものが全部この落語でできるじゃん、うん、思って、うん、それで落語家になったんですよ、うんうん、で楽助さんとこ行ったの、はい、まあ、なんで楽助なの、まあ、その時家電亭でお世話になってた講師の師匠方にいろいろと相談をしまして、うん、ある方に相談しましたら、うん、じゃあちょっと紹介するよと言われまして、うん、紹介されたところが、うん、まず最初は小遊三師匠だったんです。おお、小遊三さんのとこ、はい、うん、で小遊三師匠のところ行きました、うん、はい、まあまあ、こういう家電亭でつながりで、うん、落語を好きになりました、うん、落語家になりたいのでよろしくお願いしますと、うん、はい、小遊三師匠の方行きました、うん、はい、そしたらですね、まあ、うん、今ちょうど、うん、弟子を取ったばかりで、うん、はい、ああそうかそうか、はい、うん、でまあ前座2人も、うん、ちょっと抱えられない、ね、うんうん、今から4年を待つか、うんうん、今すぐライセンスが欲しいか、うん、はい、選べと言われましたよ、うんうん、今すぐライセンスが欲しいですと。その時はいくつの時、これは僕26です。ああ、26か、だから4年待ったら30になっちゃうもんな。そうです、はい、うん、じゃあ今すぐ落語家になりたいですって言って、はい、ね、本当だったらこれ失礼な話ですよね。なんで、え、待ちますって言わなきゃいけなかったところだって、か、まあ、一人待ってるからさ、うん、それでもう土地が土地だからそれは選びますって俺も言うと思うよと。あ、本当ですか、うん、じゃあそうで、はい、楽助のとこはその小遊三さんからの、そうです、紹介なの、紹介していただいて、まあ、小遊三師匠がなんで、うん、うちの師匠を紹介してくれたのかっていうのは、うん、理由は聞けなかったんですけど、うん、で行ってみてあのすごく、まあ、いい師匠、優しい師匠なんで、あと、まあ、僕もちょっと新作とかもやりたいなとはその時に相談とかさせていただいてたんで、多分そういう、まあ、あの楽助の、うん、師匠智楽もなんか新作落語とかでやってたんで、多分先代の智楽ですね、だから楽助も新作に、まあ、ある程度、うん、多分認めてくれると思う、うん、多分そういうのも含まれてると思いますね。はあ、はあ、なるほどね、これいい選択ですよ。あ、本当ですか、うん、それはどんな師匠、優しいです本当に、うん、はい、で、うーん、まあ落語をすごい細かく教えてくれたりして、うん、勉強に、今いいところ言えって言われて、うん、正直全く出てこないんでモゴモゴしちゃってますけど、こんなことない、あのちょっと
2週間待ってくれればいいところ出しますね。2週間待てないよそうですね、今いいところ言われって言われてちょっと、うん、なんか出てこないですねしくじったことは？あ、もうあります。ほら、しくじりは多いんじゃねえの？しくじりは多いですね。ですね、一番のやっぱしくじりは僕、うん、2つ目になって寄せ出番いただくじゃないですか、うん、あれをですね2日連続で抜いちゃったんです。なんで？兄弟子の遺伝子を少し受け継いでるんで。こちら来るの？はい、2日抜いちゃった。今度は大丈夫かね、試合の時。いや、抜かない。それちょっとありますね。ありますね。ありますね。1回目遅刻した時に、うん、師匠すいません抜いちゃいました、うん、で師匠に連絡したら、うん、まあもう気をつけろと、うん、でまあ今日はとりあえず石庭に謝りに行けと言われて、うん、まあ石庭に謝りに、うん、すいません抜いてしまいましたと、うん、まあまあよくあることだからな、うんうん、まあまあ気にしないでまた明日から頑張ってくれって言われて、うん、次の日絶対に遅刻できないと思って、うん、寝ずに明日迎えようと思ったんですよ、うんうん、で寝たら遅刻するっていう思いで朝5時ぐらいまで頑張ったんですけど、うん、そっから寝ちゃったんですよ何にもなんでね、うん、気づいて目覚めたら何時だったの？もう気づいたらもう4時とかで夕方の。夕方。はあ、面白い。繰り返したな。で2回目のしくじりの時に師匠のとこ行って、そう行ったの？はい、うん、だから2日目また友人に起きてしまって、うん、あやばいもう寝坊した、うん、寄せ抜いたと思って、まあ、真っ先に秘書のとこに電話しまして、うんまあ、とりあえず坊主にして、うん、明日寄せに行けば反省したようなことになるから、うん、坊主にしてきなさいと言われて、うんうん、で、その夜、うん、まあ坊主にしたんですけども、うん、師匠が、次の日寄せに入ってたんで、うん、その時僕楽屋で師匠に会ったんですけども、うん、僕なんかちょっとおしゃれなスポーツ狩りのなんか坊主みたいな形で行ったんですよ。髪の毛遊べるぐらいの坊主で行ったら、お前なんだその髪の毛はと、そういうふうにまたさらに怒ってしまって、で改めてつるっぱげにしたという、はい、でもそれが一番怒られたというかしくじった経験ですかね、うんうん、あとは何か？あとはですね、まあ飲みの席で、うん、調子こいて、うん、いつも言うのは、うん、楽ちゃんと。楽ちゃん、楽ちゃん、うん、でこれでも毎回なんですよ、ね、師匠のうちで打ち上げをやると、うん、ご家族の方とかもいるんで、うん、でみんなまあ楽ちゃんとか言うんで、うん、弟子も家族だし、うん、いいだろうと思って、うん、まあ楽しく飲んでたんで、そうなると師匠のこと僕楽ちゃんって言っちゃうという、うん、その時は怒ってないんですけども、やっぱ後日腹が立つんでしょうね、うん、電話で一応お前楽ちゃんって呼ぶなと、うん、怒られますね、うん、はい、当たり前だよ、はい、まあ怒ってんだなと思って突撃真打ちにもう間もなくなるんだけど、はい、心境的にはどうなの？いやちょっと僕今まで落語を、うん、古典落語しかやってないんですけど、うん、ちょっと自分の中でこう工夫しながらやってたつもり、うん、まあ、アレンジとかしちゃってたんで、うん、まあ、それが今更になって、うん、いけないことだと、うん、なんかこれはまずいなって思いましてで、うん、今昔に戻って、うん、もう一回一から台本を作り直して、うん、本当に古典落語らしい古典落語をに書き換えて、うん、今稽古中なんですよ。今稽古中。そうなんですよ。じゃあ今まで2つ目の時にやってた、はい、これはいけないなと思って、はい、何がいけないなと思ってたの？全部もうめちゃくちゃに本当にこの僕の落語を知ってる人は多分、うん、ああそういうことだなって分かると思うんですけど、ね、めちゃめちゃな落語ってこと、まあ失礼だけど、はい、そういうことでいいの？そうそうそうです、はい、でそれを今度は分かりやすいようにまた今書き換えて、はい、基本通りに。じゃあ新真打ちになった途端に、はい、新しい名楽に変わるんだ。そうですね、うん、そういうふうに言っていただけると嬉しいです、うん、でも14年かかって真打ちになって良、はい、かったことってどんなこと？いやそうですね、もう2つ目が、うん、去年に決まったってなってから、うん、やる落語会、うん、来年真打ちになるんですよ、うん、というと、まあ、お客さんが、まあ、温かい限ってくれたりするんで、うん、それで、まあ、いつも以上に
なんか真剣にこう聞いてくれる、聞いてくれたりして、うんうん、少しでも応援できるようにって形でこう集まってくれたり、うん、あとはあの上でも下でも、うん、みんなが自分たちの持ってる落語会でこの僕をゲストに呼んでくれて、うん、であの真打ちになる来年真打ちになる名楽、うん、皆さん顔覚えてやってくださいみたいな、うん、そういう会を開いてくれる、うん、これがすごくありがたいですね。でまた真打ちになるとね師匠って呼ばれるから、はい、これが嬉しいよ名楽師匠って。これ嬉しいもんですかね。嬉しい、嬉しいですか。だって今まではだって名楽さんでしょ、はい、名楽さん名楽さんって言ってたのがあんな名楽師匠だよ。そうですね名楽師匠。 ありがとうございます。これなんて言えばいいですかねこれ。いや正直お客さんからは僕名楽で今まで通り呼んでもらいたいなって、うん、これやっぱお客さんに、はい、うん、師匠って呼ばないといけないんですかね、うん、いやいやそんなことはないよ、うんうん、だからでも二つ目とか前座なんかが大体今度はこれから師匠って呼ぶようになるから。そうですね、うん、突撃今後、今後、はい、どんな落語家を目指す。僕小三治師匠が好きなんですよ。全然あの違う、もう亡くなっちゃったけど、はい、あの小三治師匠の講座で、うん、あのすごく震えた記憶があるんで、うん、ああいう話し家を目指したいと思う、うんうん、なるほどなるほど。でまた新しく一からあの古典落語をやって。じゃ怒られますね。どれ大丈夫ですか。大丈夫だよそれ。お前が言うなって何。いやいやそんなことないよ。だからそういう意気込みでね、はい、これから真打ちになるという、はい、3人の真打ちがなる誕生ということでございまして、今日はですね、2人目の名楽をお呼びいたしました。これからも頑張ってね。 ありがとうございます。ありがとうね、はい、どうもありがとう。よろしくお願いいたします。どうも失礼します。ありがとうございます。俺の前座の頃にそっくりで、いや嬉しいですね。もう売れるの間違いないじゃないですか。